今朝長老様が宿屋にいらして、先に起きていた他の皆さん、さあ私たちも参りましょう。大聖堂近くの参道に。いらして、実は昨夜また夢を見まして、この場所は勇者の峰。かつて勇者様が邪悪の神と戦った。ベロニカは夢の中でこの地に立った。これは賢者セニカ様が邪神を打った後に聖地ラムダに立ち寄り置いていったと。お守りとしてベロニカに持たせていたのですが、もしかしたらこの笛が私たちに。はい。何も起きませんわね。ですが、お姉様が夢の中で吹いていたなら。この光は。笛が釣り竿になったように見える。キャー、当たりが来たわよ。引いてみて。
神話は本、神の乗り物ケトス。今伝説がよみがえりました。その笛を吹け、世界のどこかにある天空勇者様、お願いいたします。諸悪の、thank you.
島、長老様の夢の通りならここに闇を打ち払う力が。何でしょう、見たとこ私たちがこの地に導かれた。おい、何者か知らねえが。なんだこいつ。なるほど。オイラは神の民だよ。神の民？なんだ。そっか、最近の地上人は知らないんだな。マジかよ。けどそりゃあもともとこのあたけど、魔王軍に襲われて。そんなこと。魔王のやつ、むちゃくちゃしやがれ。けどよ、なんであんたは助かった。この太陽の神殿、神の民の里が襲われた時、
オイラはたま聖なる種火の加護だって。私たちは魔王の闇を打ち払う。魔王を倒せ教えてあげたいところだけど、まあ知らないんじゃしか。そうですね。ああ、オイラのことなら。それに魔王が倒され、そうすれば死んでしまったものだ。だからあんた清らかで神々しい。これはアザが反応し、今のは。ん？皆様。あの三本の苗木からは、あの木々を調べましょう。何か。今の光景、同じく左手にあざの、うん、お主ならわかるはず。あのか、まさかこのような。今のがかつて邪悪の神を倒したなら、先代勇者が邪悪の、試してみるか。何かしら、あの大きいハンマー。先代勇者ちゃんたちの様子から、あのハンマーの形状、武器というより。そうですね、考えていても仕方ないわ。今の光景は、先代の勇者たちは何かの功績を集めて、あ、もしかして私たちが見たのはかつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないかしら。姫様、そうに違いありません。つまりそれこそが私たちが、先代勇者が作った勇者の剣は俺たちの手で作ろうぜ。
魔王。よし、決まりだな。それじゃ、見覚えのある風景もあったし、世界中を旅してきた俺だ。最初の鉱石を採掘していたのはこの場所と同じ。ハンマーがあった場所はきっとサマディ地方。思い出しました。最後では、天空の浮島とサマディ王国とホムラの里に向く。お姉様と歩んできた旅の日。ああ、そ、兄ちゃんたち、どうだった？なるほどね。でもそれで思い出したよ。邪悪の神と戦った人間、つまり先代の兄ちゃんたちが見、先代勇者が功績。天空の古戦場じゃと。古い話だから詳しくは知ら、戦いの果てにその金属の鉱脈。兄ちゃんたち、行くなら気をつけてね。そのよ。そうそう、もし何をすべきか忘れ、みんな。楽しみいただけたかしら。
ないの。今助けるわ。我らの勝利だ。今助けるわ。だな、化け物め。我は火の神の
里の人をいじめる悪い魔物ちゃんは私た、何？兄ちゃん、この人たち全然バカ、喋っちゃダメだろ。バカ、さっきのせいだぞ。違うもん、手羽に。あら、びっくり。怖い化け物がこんな可愛い子たちだったな。お前たちは里の者か？だって、俺らたち、や、あのね、儀式をね、止めないとね、大変な。何か訳があるようじゃな。ひとまず。あんちゃんたち。ねえ兄ちゃん、このひ、そうだな、あんちゃん。この先にオイラたちの秘密基地があるんだ。来てね。さ、この方たちがさっき話してくれた人たちなん。うん、旅人の。先ほど里の儀式をさせ、儀式をしないとみんなが困るのは分かった。だって儀式をしたら母ちゃんが火の、いけにえですって。ある日ヤヤク様がオイラたちを集めて行ったんだ。我らは火の神の怒りに触れた。はじめは大根とかお芋をあげてた。そうか、ヤヤク様は里を守る。誰が生贄としてふさわしいか。ヤヤク様が火の神様の神託を受け、生贄に選ばれた母ちゃん。そうか、私の死が里のためになるのなら。そんなこと言うなよ母ちゃん。こないだの夜、母ちゃんが儀式以外立ち入りをき、そのことをヤヤク様に言ったら、母ちゃん、日野の木火山には絶対何か。そういうことであったか。本当？ありがとう。この秘密基地の奥に日野の木火山へ。
じやな。ここで行き止まりみたいだ。残念だったわね、テバちゃん。溶岩の日。なんじゃこの慈悲。あれが人食い火竜。しかしか、ヤヤク様はこれを隠してたんだ。母ちゃんが生贄になるのも先輩こうしちゃいられない。なんだてば、想像。そんなことしてる場合じゃないよ。火竜が人食いか。何を言っておるんじゃ。人食い火竜は死んでないんだ。貴様まさか日の脱ぎ火山に入ったのか。もう山道に化け物なんて出ない。なんだと。オイラが化け物のふりをして生贄をさらったのさ。貴様、分かっているのか。うるさい、この嘘つき。あんたは火竜を倒せなかったんだ。だから火の神様が怒ってるなんて嘘っぱちさ。そうだよ、一緒に戦ったハリマ様を火竜。黙れ小僧。一体どういうことだ。もし火竜が本当に生きていたら。静まれ。案ずるな、人食い火竜。小僧よ、隠している貴様の母を。嫌だね。こうしちゃい。
よし。やめよ、やめてくれ。わかっているわ。お腹が空いているのね。なんと、己。このま、頼むよ、アンちゃん。あの人食い狩竜を倒して。